こんにちは、速稼塾の久保です。私ね、47歳になりまして、家に住んでるんですけども、近所の小さいお子さんとかね、3歳、5歳、7歳、10歳ぐらいの男の子も女の子もね、うちにピンポンって遊びに来るんですよ。で、先日もそうですけども、庭でね、綿菓子作って遊んだりとかね、ジュースあげたりとかね、それから家の中に入ってもらって、家の中で一緒にゲームしたりとかテレビを見たりとかするんですよ。言ってみれば、私はね、まだ昭和の40年代とか50年代の、なんか近所付き合いみたいなことを未だにしてるのかなと思いますけども、客観的に見たらね、50近いおじさんがね、自分の子供の友達でもないような近所の女の子とか男の子を家の中に招き入れて、何やってんだみたいに映るかもしれないんですけども、私はね、これが普通の関わりだと思うんですよ。で、ここにね、いちいちね、性的な犯罪とかを想起するような世の中の方がちょっと歪んでると思うんですけども、現実そういう事件がかなり起きてるんで、しょうがないですよね。で、私はやっぱりこう信頼関係のもとにこういう風な形やらせてもらってるんで、その信頼をやっぱりこう大切にしていきたいなと思いますし、この性的な欲求っていうのは全く起きないですよね。やっぱり大事にしていかないといけないなっていう風な精神状態ですね。でも世の中にはそうじゃない40代の男性が多いのも事実なんですよ。では、ニュース記事の方ね、今日もね、やっていきたいんですけども、ニュース記事は、ちょっと待ってくださいね。これですね、画面切り替えていくところで、はい、出ます。裸の写真を撮ったが、SNS で知り合った15歳女子中学生にいかがわしい行為。こんなタイトルです。41歳男逮捕、母が相談ということでね。だからね、15歳の中学生に2人でね、会って、こう、いかがわしい行為をしよう、そういう目的で会おうとする41歳男の精神状態もちょっと困ったもんですけども、そのね、欲望が起きるのはしょうがないですけど、それはやっぱりある意味、自分の大人としてのね、男としてのその武士道、騎士道で、こう、律していかないといけないところだと思うんですよね。で、もう一個ね、これ、片っぽがそういう欲望を持っても、それは実現しないわけですよ。もう一個、15歳の女の子も、そういうふうにね、行動しないと、このいかがわしい行為まで発展しないんで、もしかしたらそういうことがあるかもなっていうふうな警戒をしなくちゃいけないですよね。特に仲良しとか近所の人とか親戚とかそういうことではなくて、SNS で知り合った、本当お互い誰か分かんないような使い捨ての関係ですよ、乱暴な言い方すると。ちょっとね、記事の方戻りますね。SNS で知り合った当時15歳の女子中学生にいかがわしい行為をして裸の写真を撮影したなどとして41歳の男が逮捕されました。北海道青少年健全育成条例違反と、いや、こんなね、生ぬるいものではダメですね。もうちょっと厳しい法律で、条例ではなくて法律で対処した方がいいんじゃないかなと思います。児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されたのは、北海道千歳市に住む41歳の会社員と。どういうふうなね、分別と羞恥心でこういう行動に及んだんでしょうか。こういう事件の結末って最悪なのは、女の子の方がね、殺されてしまうことなんですよ。特に小学校の、そうですね、4年生、5年生、6年生とか中学生ともなると、自分のしたことを覚えていて人に話す可能性があるんですよね。そうなった時に足がついちゃいけないと思って、こう口封じをする可能性があるんですよ。というのが、この性衝動が収まった後にね、性行為とかをした後に、いかがわしい行為した後に、はっと我に返った時に、いわゆる世の中でいう賢者タイムになった時に、やばいと、自分はこの後の人生終わってしまうんじゃないか、よし、こいつを死人に口なしすればっていうふうにね、思わないでもないんですよ。こういうことする、性犯罪に走る男のすることですからね。だからそこまで考えると、15歳とかね、小学生の女の子が30代40代、そういうふうな、社会のいわゆるね、道徳とか、道を踏み外した人についていくのがどのぐらい危険かってことをね、やっぱり認識した方がいいかなと思うんですよ。その上で自分のことを乱暴に扱いたい、そういうふうな女の子がもしかしたらいるのかもしれませんけども、そこはね、普段の道徳教育とか家庭教育の中で、そうですね、幼い頃の気持ちがこれから成熟するに従ってどんどんね、変わっていくと。その時に幼い頃の選択ミスとか行動ミスを悔やんでも、もう一生取り返しがつかない、もっともっと慎重に人ってものに対していかないといけないよってことをね、伝えていかないといけないのかなと思うんですよね。
で、あの信用できる人って本当にそんなに少ないんですよね、うん、なのに信用してしまうんですよ。そしてもっと言えば信用の向こうに嘘があるんですよ。信用されるからこそ、信頼されるからこそ嘘がつけるんですよね、うん、だから安全だと思った思いは思うほど危険だっていうことなのかなと思うんですよね。今回はね、ちょっと記事を、URL つけておきますんで読んでください。もう私の言いたいことはもうこのぐらいですね。そうですね。だからね、ちゃんとした近所付き合いとかだったら、いいんですけども、まあそうじゃない人も多いですからね。まあ気をつけた方がいいと思います。私もね、生まれたばかりの大和くんという息子にね、子供にね、いろんなことを教えないといけないと思います。女の人をね、守ってあげることとかね、うん、いわゆるね、古めかしいかもしれませんけども、男らしくってものはやっぱりそのらしいっていうのを、かっこいいね、言葉のマジックで逃げるんではなくて、すぐにね、らしいとか性差別ですかって批判するんではなくて、厳然たるものとして男らしい精神っていうのはあるわけですよ。女らしい生き方っていうのはあるわけですよ。それはどうやってもね、拭えないですよね。うん、男性の女性化とか女性の男性化、特にそれをね止めるものではありません。一部そういうのがあるでしょう。でも例えば私は男の子には男らしさをね求める部分があります。もちろんフェミニンなところもきちんと伝えていくつもりですけどもね、中性的なところも。でも例えば男が割を食って笑っている、うん、顔で笑って腹で泣くみたいなところは男の役割として教えてあげてほしいなと思いますし、自分の欲望とそれからね貫き通す義理人情正義、筋っていうものは違いないこと、こういうふうな硬派な思考っていうのもねやっぱり伝えていきたいなと思いますね。まあことごとく古いんですけども、古くて上等です。私は古い人間で生きていきますよこれからも、ということですよね。じゃあ失礼。